中央戦とかいろいろありましたので、ちょっと遅れてしまいましたが、ガンガン始めていきましょう。本日0回戦1回戦、敗者復活トーナメントあるんで、最低2回はできます。1回勝てば元取れるんで頑張ってください。元取るために頑張ってってわけじゃないんですけど、まあ、ランダム 2-on-2 大会なんでね、たくさん一緒に試合をやれば、交流もね、できると思いますので、よろしくお願いしまーす。じゃあ、スタートして、もう始まってますね。バンダイ、1P 側が、フレットさんのソル、初参加ですね。そして先方出てくるのはなんとデレサジャム、そして 2P 側に座っているのは萩原レモンテスタメント、ゴランテスタメントチームのダブルテスタメントチーム、先方ゴランテスタメント。さて前ハイカブスでポーンと投げてジャンディ激リン、おっとここは爆笑に合わせていく、そしてホチフで取っていったが戻ってきて、このところこうなってしまうと絶対についてしまうんですよ。デッドアングル回避していく、素晴らしいっていうか、よっかしてある。さあデサメント今回切り返しが非常に良くなってしまったので、立ち回りなんとかしていきたいんですけど、まずワンコンボ画面端、そして溜めてポチフ取って投げて上げて上げてドーン、失敗して問題なし、画面端ゲージがない。テスタメントかなり厳しい。あーどんどんこれやばい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 、ああこれがいい来ちゃったよ。さあ一本選手テレサジャム、これをあと何年戦うんでしょうか、考えると鬱になるんですけども、まあ、6年間戦ったギルティギアプレイヤーならいけると思います。あとは任せたトッププレイヤーの皆さんということで、なんとかね対策を立ててもらいましょう。やばいぞ、あーっと4でニスを置いたのにそんなの関係ねえということで、お久しぶりのフレーズが飛び出したところで先鋒戦勝ったのはテレサジャム。さあそれで対照戦ですね、先鋒対先鋒、対照対対照、勝った、勝ち星が並んだ場合はですね、買った者同士での決定戦となります。さあ行きましょう。こちらフレットさんのそれ本日数発参加ということで、こちらに勝ちますと1回戦進出ですね。0回戦となっておりますので、まあ、次の試合この試合を勝って次の試合に負けてしまいましても、なんと負けトーナメントが理由だったね。さあ捕まえて、さあバス読んだ気持ちいい、ここでコンボをしっかり決めていきたいところ、しっかり生クリ決めて2杯からボルカニックワイパー落としてから、さあここは読んでたダッシュから、今回コンボを使うのかなりね、この上にある網の判定すごいですね。そしてあの3杯非常に攻撃判定が面倒くさそうな感じ、ストーレンのイデボ技を使って、おおガードして、さあここはダメージ何か逃げ出したいが捕らえられて、グレイブリガー、さあここはしっかり対応していった、萩原レモテストメント。さあエース、うわ見えねえ、そしてさあバックダッシュランズ、バックダッシュランズだって、やべ昇竜拳からの、さあマイリー今回カウンターヒットすると受け身のものなので、かなりランク上がっております。さあマイゲージを進むから、イカドでねまだテスタメント空飛んでないんでね、修正入る前に飛んでほしいなと思うんですけども、なかなか大会でも難しいですね。さあまずガードして、さあバックステップ、こちらを返してくれる、これプラス A なんだっけこれ、A グズ、うわすげえすげえ、木が生えまくって、勝ったのは萩原レモンテスタメント、なんかすげえすごかった。いやあれはもうしょうがないですね、ああなってしまいましたら。さあそして頼れる大将をテレサジャムに託すという形になってしまいましたが、さあテスタメントに捕まってしまうといくらジャムとはいえ厳しい展開が予想されるんですけども、まあ、そんなのはねテスタメントを攻めるよりジャムが攻める方が早いですから、
こうこうゲージ25パー一気に使って下から突き上げていきたいがダメ、回されて当たっている。これはちょっとダウンしちゃったんで怖かったんですけども、おいしいのかな。何やってんのお前。そう AC じゃないんだ。あー捉えて、はい、で、おいしい。うわっはははふざけんなよ。ふいきなり飛んできたからね、びっくりしちゃったよね。さあ今回のジャム、おうまい、しっかり殺しきる。さあこれで殺しきれるんですからね、ちゃんとコンボ練習してますテレサジャム。ゲージ状況もそうなんですけども、強化、朝投げで強化されてる技がある場合はですね、基本的に攻められないんですよね。はい、なので相手にこういう風にゲージが溜まってしまった時は置き攻めちょっと考えないといけないですね。剣道角もなんかノーマルだとなんか足元の方に判定が薄い技とかでノーマルの方は大丈夫だったりするんですけど、強化はしっかり判定があるんで吹っ飛ばされてしまう、とんでもないことになってしまうんで、まあ、ちょっと様子見もしないといけないなっていう感じですね。まあテレサはそこでなんかリバーサー前ハイとかやってくるんで、そこはなんか新しいゲームが始まって俺たち読み合いするかっこいいみたいになれるかもしれないんでね、それを楽しんでもらえればと思います。と言ってる間にテレサがガードしてないよ、死んでるよ。最初ラウンド、おっと、お返しった、ワースト使って、これで青マスを、これで金バーストによってね、とんでもない時代になることは避けられましたので、テスタネットがこのまま一気に攻め切りたいんですけども、25% 溜まっていたということで、3種類溜まっております、3種のリングが溜まって、やばい、怖い、怖い、すごいぞ、友人が捉えた、これはちょっと攻撃が怪しいか、テレサジャム、捉えて逃がさない。そうですね、落ち着かせてしまうとリバサでドーンとかポジフでドーンと取られてしまいますので、さあ殺しきれるか、ファントムさんのお仕事をしっかりして勝ったのは萩原レモンテスタメント勝利です。じゃあ負けトーナメント行きなんで、お待ちください。あ、負けトーナメント書くの、あ、書いてたわ。いやー、なかなかなんかダッシュビルダー以外で思い出しますね、昨日のね攻めたいんだけど飛び道具とかあるみたいな。じゃあって行きましょう。 A 番台で行きますのは KSK さんのクリフと、45さんでいいのかなこれ、はい、45さんのエディ、クリフエディというチームと、トットコメントのジャスティス N 村さん